Thank you.
よく来たわね。私の幻覚を打ち破りここまで来たということは、君がそれだけの力を持っているということ。オーロラ5人娘の中でも最強と言われるこの私が本気で戦いたいと思えるほどね。さあ行くわよ。
君の力は本物ね。君のこと認めてあげるわ。私たちは封印された光の女神様を救える人を探すためにやってきたの。でも自分たちの神聖を封じた結果、理性が効かなくなったみたいね。本当にありがとう。これで全ての仲間が覚醒できた。地上では暗黒神の配下である四天王が各地を支配し、政権を探索しているの。暗黒神を倒すために必要な政権は、君が持っている剣の他にあと5振りが地上に散らばっている。政権を手に入れるために地上へ行かなければ。伝送センターの魔法陣が完成した今、地上へ向かう準備は整ったわ。悪神インドラを倒し、光の女神様を救えるのは君を置いて他にいない。
私たち5人が覚醒できたのは君のおかげよ。ありがとう。浮遊都市の人々も気づくことができたようね。君も十分力をつけたし、四天王を恐れずに地上へ降りることができるわね。私たちが恐れていたことは、あなたの力が十分に発揮されないうちに暗黒神の配下に見つかってしまわないかということでした。インドラはその力を確実に回復してるわ。女神様の神殿でね、インドラが力を完全に復活させてしまえば
インドラの矢という精神エネルギー波を放出するのも時間の問題よ。インドラの矢は次元を破壊する力を持っているの。そうなればこのあらゆる時空や次元は原初に戻ってしまい、その影響を受けないインドラやハイカの目指す暗黒の世界が創生されるでしょうね。それを防げるのは竜神の心を受け継ぎ力を得たあなただけなのです。もう人々に忘れ去られた神話に語られる勇者ユイマ実存します。そしてあなたが彼の血を引くことはすでに証明されているのですよ。私たちがあなたを認めたということは、それだけであなたが勇者の血を引いているという証明になるの。あなただったら七振りの聖剣を携えてインドラに立ち向かい勝利することができるわ。ユイマはインドラを滅ぼすことができませんでした。彼は自由意志で行動したわけではなかったから。でもあなたは違う。自由意志で立ち上がったあなたなら永遠にインドラを消し去ることができますわ。今こそチリジリになった残りの剣を求め地上へ旅立つ時よ。これは君の運命だったの。でも君が自分で選択した道だもの。胸を張って誇りに思ってね。オーロラペンダントが輝きを増している。君は精神が高揚していく感覚を覚えた。君はおもむろにサングラスを外した。自分に覆いかぶさっていた何かを取り去るように。オーロラ五人娘の思いがペンダントに集結していく。優しさ、美しさ、知識、力、兼任、その思いは君に新たな力をもたらした。及ばずながらあなたのお力になりましょう。地上へ聖剣を求めて旅立つのです。